プレオンダクティルスは山上気候期に、現在のイタリアに住んでいた、長尾型翼竜の一族である。現在のところ一種のみが知られている。プリアンダクトラス・バフェリニーは1982年、イタリアアルプス・プレオーネ渓谷のウーディネ近郊で、化石収集家の難度ブッファリーニによって発見された。復元骨格プレオンダクティルスは、単幹馬を持つ。植生は魚。 昆虫のどちらか、またはその両方とされているが、その葉の構造がいずれの植生を指し示すのかについての議論はなおも進行中である。翼は短く翼会長は45センチメートルしかない一方比較的長いを持つ。短い翼は抑にとっては原始的な形質であるが、プレオンナクティルスは十分に適応した飛行動物だった。指節骨化石ブッファリーニが プレオンダクテルスを発見したとき、化石を含んでいる薄い、歴性質ドロマイト石灰岩が最終中にバラバラに割れてしまった。組み立ての後、ボガンは彼ら夫妻によって水で現れたが、泥イドと共に骨も一緒に流されてしまった。ボガンに残された印象から、シリコンゴム製の異形模型が作られ、失われた化石の代わりにその後の研究に供されるようになった。 骨格のほとんどの部分が残っていたが、頭骨の後半部は保存されていなかった。この最初の標本が模式標本である。それより、以前の1978年にエンデンナのゾルチーの石灰岩から発見されケビン・パディアンによって、記載されていた3本の指伏骨もこの属に属していると考えられている。1984年にバラバラになる、この標本は、 この翼竜を食べた肉食魚が排出した未消化物のペリットが化石化したものだと考えられている。三条記翼竜に関する変異の多様性についての知見は増しているため、この標本をプレオンダクテルスとする同定は不確実である。標本は頭骨の一部であり、下顎を書いている。樹上姿勢この種は1984年に、 シュトットガルト自然史博物館のルパート・ビルトによって記載され命名された。俗名はプレオーネ渓谷から付けられ、種相名は発見者のブッファリーニに懸命されたものである。ビルトはこの種をランフォリンクスカに分類した。ランフォリンクスカに属する非常に古い種としてはドリグナトゥスなどが知られていたが、プレオンダクティルスの形態はさらに原始的であることがすぐに判明した。 デビッド・アンウィンによる分岐分析では、プレオンダクティルスを最も規定的な抑留類とし、抑留というクレードを定義する濃度として使われた。しかし、他の分析では、プレオンダクティルスをもう少し派生的な位置に置いている。以下の系統発生分析は、アプチャーチアルに従う。ありがとうございます。